こんにちは。海外ガンカルチャーのリアルをお伝えするこの番組、ナビゲーターのゴーストです。少し改装中の編集スタジオよりお届けいたします。さあ、今回温めていた企画だったんですが、昨日になって急に国内でも話題になっていたので急遽取って出すという形で失礼いたします。画像ともちょこちょこ挟みますけれども、ラジオ感覚でお楽しみいただけると幸いです。こんなユニークな字を開発したのは、ビーチが美しいマイアミに拠点を置くケルテックという会社。ポリマーを多用した未来的なデザインの字を数多く開発しています。そんなケルテックですが、2021年の初めに P90 のマガジンをそのまま使えるピストルを発表しました。ライフル弾より反動が少なく、それでいて威力が拳銃の弾より上の 5.7×27mm 弾を50発も撃てるとあって、その独特な機構と見た目が SNS で話題になっています。まあ、ただですね、これあくまで私個人の意見なんですが、ちょっと微妙かなと思ってまして、まあ、一部の国内メディアでは法執行機関に採用されるかもしれないという話をしているんですけれども、この銃自体が現場で使うには大きな問題が3つほど抱えているのが調べてみて分かりました。なので今回はその理由を3つほどお伝えしていこうと思います。その上でこの銃が海外でどのような評価を受けているかも合わせて紹介していこうと思います。どうぞお楽しみください。 P50 が法執行機関に採用されない理由その1、これはもうまず値段が高いということが挙げられますね。まずね、対抗馬としてルガーが開発した57のルガー57っていうのがあるんですよね。こちらが最大20プラス1発で本家57と同じマガジン容量なんですが、値段は85,000円。 P50 は1000ドルで11万くらいしまして、タイブツライフルで有名なバレットが11万と同じくらいの値段で買えることを考えるとなると、法執行機関で採用されるには値段が大きなネックとなるでしょう。あと17万ドルで、あと7万出せば P90 が買えてしまいますからね。ただ近年は操作体系が簡単かつはるかにコンパクトな MP7 を採用する国が増えていることから、まあ、操作性と汎用性でこちらの方を選ぶんじゃないかなと思います。 P50 が法執行機関で採用されない理由その2、とにかくでかくて重い。サイズも調べてみたんですけど驚きました。なんとデザートイーグルより大きいです。コンパクトなサブマシンガンの代表格である MP5K と比べてもまだ P50 の方が長いです。マガジンがでかいからとはいえ、これでいかにバカでかいピストルなのかが分かっていただけると思います。同じ弾薬を使う PDW の P90 と比較してみたんですが、さすがに P90 の方が長かったです。バレルも2センチほど長いので威力も P90 が上ですね。誤解されやすいことなんですが、同じ拳銃の弾でもバレルが長いサブマシンガンの方が威力が上なんです。それだけ長く加速する距離があるからですね。唯一軽さでは P50 の方が勝ってるんですが、ルガーの57と比べると 690g とかなりこちらの方が軽いんですよね。ホルスターもこちらの方がいくつか出てますので、日頃使うなら私はルガーの57を使いますね。性能的な理由もそうなんですが、今私がこのルガー57を押してるのはですね、2020年のベストハンドガン賞を取ったからなんですね。もともとこれくらい大きくて重たいピストルにドットサイト等をつけてしまうと、ピストルとは呼べないほど重くなってしまうのが心配です。まあ、スリングで釣ることを前提にしているとはいえ、このサイズならね、どうせならストックをつけてフルオートにしたいところですよね。米国の法律上、50発以上の装弾数、極端に短い全長にストックをつけてしまうとライフルとみなされて違法になってしまうから仕方ないことではあるんですが、参考にした紹介動画で開発者にインタビューしていましたが、そのインタビューで50発も強力な弾が撃てるのをスリングで携行できることが政府にバレたら、政府がスリングを規制するのではないかという質問には、まあ、彼らはスリングを規制しないさと強気の発言をしていました。これを受けて規制されることを恐れているコメントがいくつか発見されたんですが、まあ、今後の動き次第であるということでしょうかね。さあ、 P50 が法執行機関に採用されない理由その3、面倒なリロード操作があります。まあ、この銃最大の特徴であり最大のネックなのはここではないでしょうか。銃がマガジンをサンドイッチにしている形状ですが、リロードの際はレバーを操作してパカッと開いて、そこからマガジンを入れ替えるというやり方でリロードするんですが、このやり方だとどうしても狭い屋内とかでリロードするっていうことになった時はピストル形状の方がはるかにやりやすいと思うんですよね。ですけどこれはどうなのって思うんですよ。あと慣れないうちは絶対手を挟みそうです。もともとマガジンが長いからですが、リロードが面倒なのは P90 も同じですね。以上を踏まえて判断すると、法執行機関などで採用される可能性は私としては低いんじゃないかなと考えています。50発のファイアパワーはやはりフルオートで発揮した方がいいとも思いますしね。で、最後に海外の反応を調べてみました。実弾系メディアのチャンネルで大手の TFB さんの紹介動画のコメントによると、ホチキスの針を変えている時に思いついたようなデザインだといった具合に、特によくホチキスと呼ばれていたのが特徴的でした。他にもスターウォーズの銃に似ているとして、この銃を人の目につくように持ち歩きたかったらスターウォーズのコスプレをしろという秀逸なものもありましたね。なので一定数スターウォーズの銃に似ているといった意見もあります。このような独特すぎる銃を発表しているこの会社に、
ケルテック、別にいらないけど欲しくなる銃を作る会社というキャッチコピーをつけている人も多くの評価を受けていました。銃自体の評価としては別の動画では欲しいと熱狂している発言が多く見られたので、まあ、撃って楽しそうだという評判から民間のマニアに大好評になる予感はしますね。日本の20式小銃もスカイやマサダに似ているということで私の動画でよく議論になっているんですが、銃のデザインというのは一つのピークを現在迎えてはいるわけですが、それでも積極的に新しいアプローチを試みるケルテックの姿勢は素晴らしいと思います。まあ私自身ね、彼らの作るデザインは好みですからね。今年の3月でどれだけ売れるのかが楽しみです。その後続報ありましたらお伝えいたします。さあ、いつも見ていただきありがとうございます。当チャンネルでは海外ガンカルチャーに加え FPS ファンに喜んでいただけるような情報を翻訳して発信しております。現地の最新の情報に興味ある方は高評価かまたは動画をもう 2,3 本おかわりしてくれるととっても嬉しいです。チャンネル登録するかどうかはあなた次第。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you soon!